SNS で見た足痩せの方法試してもうまくいきませんよね。そりゃそうです。だって足痩せするためには。こんにちは、食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。今回は足痩せに失敗する3つの理由というところで話をしていきたいと思います。今回の内容なんですけど、足痩せに失敗する3つの理由、足が太い原因を見つける方法、足痩せを成功させる3つのポイントというところで話をしていきたいと思います。まず足痩せに失敗する理由です。足痩せなかなかうまくいかないですよね。でこれにはですね、理由があるんですね。でまず一つ目がですね、動かせば痩せると思っているっていうことです。これお腹痩せもそうなんですけど、足痩せもそうで、何かどこか筋肉を動かせばそこが痩せていくって思い込んでるんですね。そういうことはまずありえません。筋肉は動かせば動かすだけ太くなります。もちろんスポーツ選手のように一つの場所をものすごく使っているとですね、その部位に脂肪がつきにくくなるっていうのはあります。ただ足を細くしたいからといって足のトレーニングをしたり、お腹を細くしたいからといって腹筋をしたりしても、その場所が細くなることはないんです。これは明確に間違えてます。そして二つ目が原因が間違えてる。足痩せも何でもそうなんですけど、基本的にはですね、万人共通の情報はありません。人それぞれ原因が違います。足痩せに関しても同じです。もちろん運動不足が原因で足が太くなっている人もいます。ただそれ以外にも食事が原因の人もいますし、立ち方が原因の人もいる、歩き方が原因の人もいる、いろいろ原因はあるわけですね。でしかも筋肉で太くなっている人もいれば、むくみで太くなっている人もいるんです。原因によって対象はそれぞれ違います。なのであなた自身のですね、足が太くなってしまっている原因を考えることなしにやってしまうとうまくいかないんです。むくみで足が太くなっている人が筋肉太りを解消するための足痩せ方法をやっても痩せないのは分かりますよね。それと同じことを皆さんやってるんです。自分の原因を考えることなしに、これやれば足痩せするよっていうのを聞いて実践してるからうまくいかないんです。で実際足が太くなるのは主に筋肉太りと脂肪太りとむくみ、この3つがあります。なので今あなた自身がうまくいかない原因、足が太くなってしまっている原因はこの3つのうちの何なのかっていうところをまず考えることが大切になります。そして結構多いんですけど、足を痩せるためにはですね、足を痩せる前にまず全身痩せをしないといけないわけです。で基本的に足だけ痩せるってことはほぼないわけです。全身が痩せた上で足の筋肉が張っていたりとか、むくみが強い時に足痩せをするわけですよね。で結構ですね、足痩せしたいっていう人も全身痩せをすることによって下半身太りの悩みを解消することが多いんですね。なので部分痩せの前にまず全身痩せをしないといけないっていうところも頭に入れておいてください。じゃあ足が太くなる原因を見つける方法、自分が筋肉太りなのかむくみなのか脂肪なのかを見つける方法です。まず立った状態から足の形だったりとか、触った感覚、柔らかさを確認してください。筋肉太りであれば、ももの前側が上から出た時にモコってなってたりとか、横側モコってなってます。でしかも筋肉太りであれば触った感覚がカチカチです。むくみや脂肪であれば触った感じが柔らかくなってます。硬いか柔らかいかをまず確認してください。で筋肉の場合はゴツゴツしたような足になってます。で実際ですね、最初に足痩せを頑張ろうとする前に体重を落としてみてください。それで足が細くなるかどうかを見ていきます。もし全身痩せをして足が細くなってきたのであれば、あなたの足の太さは脂肪が原因です。ただ体重が落ちてきたのに足の太さが変わらないっていう場合はむくみが関係している可能性があります。まあ、もちろんむくみだけじゃなくて筋肉が関係している可能性もありますよね。体重が落ちても足の筋肉が太くて足が太くなっている人っていうのはたくさんいます。体重を落としても足が細くならない場合はむくみか筋肉っていうところですね。でそこで硬さを確認して、柔らかければむくみ、硬ければ筋肉っていう判断ができます。であとは朝と夜のもものサイズのチェックをしてみてください。基本的にむくみっていうのは朝からは細くなってます。で夜に太くなってるんですね。なのでサイズの変化が激しい場合はむくみによって足が太くなってる可能性が高いです。もちろんですね、慢性的にむくんでいる場合は朝から太くなってる可能性もあるんですけど、まあ、こういうふうに朝と夜のサイズのチェックをすることによって足のむくみやすさを確認することができます。じゃあ足痩せを成功させるポイント、原因が筋肉か脂肪かむくみかを特定した後に、実際どういうふうなことをやっていけばいいのかっていう話をします。まず筋肉太りの場合ですね、棒を使って結構筋肉をほぐしたりとかする人がいるんですけど、それはもう対処療法以外の何でもありません。足の筋肉が太くなるのはその筋肉に過剰な負担を かけているような体の使い方をしてしまってるからなんですね。でそれを解消するためには一番いいのはまず背骨のストレッチです。背骨が硬くなってしまうと、ももの前側やももの外側、ふくらはぎの筋肉に過剰な負担がかかって太くなってしまいます。なので足の運動、足痩せをしたいと思って足の運動をしたりとか、足のストレッチとか足のマッサージとかをする前に背骨のストレッチをしっかりやるようにしてください。背骨を柔軟にした上で、その上で股関節のストレッチだったりとか足のケアに
に移るとより効果が出やすくなります。背骨のストレッチをすることなしに足のケアだけしても一時的には細くなったように見えるんですけど、また同じように生活をすると足の筋肉に負担がかかってしまって太くなりますので注意してください。背骨のストレッチに関しては概要欄におすすめのストレッチをリンクを貼っておきますのでぜひ見てみてください。で、脂肪太りの場合はですね、全身痩せです。食事管理と運動によって体重を全体的に落としていくことによって足の脂肪も落ちていきます。なのでまず全身痩せをすることを考えてください。で、足がむくんで太くなってしまっている場合っていうのは食事だったりとか、背骨の運動、股関節のストレッチ、あとは足の運動ですね、そういうものをやっていく必要があります。食事であれば塩分の取りすぎを注意したりとか、水の飲みすぎ、水の飲まなすぎを注意したり、そういうふうなむくみにくい食事をするということ、あとは背骨はさっき言ったように背骨が硬くなってしまうと足周りの筋肉が硬くなってしまうんですね。で、筋肉が硬くなるとリンパの流れっていうのが悪くなって足がむくみやすくなります。なので背骨のストレッチっていうのは足痩せにとってものすごくやっぱり重要になります。あとは股関節のストレッチ、股関節もですね、さっき言った下半身のリンパの流れにものすごく関わってくるんですね。で、股関節が硬くなってしまうとリンパの流れが悪くなりますので、背骨を柔らかくした上で股関節のストレッチをやる、そしてリンパの流れを良くすることによってむくみを取っていく。あとはリンパっていうのは筋肉の収縮によって流れが良くなります。なので日頃からデスクワークでずっと座ってる人っていうのは足をたまに動かしたりとか、あとは家でずっと座ってる人も15分に1回、20分に1回立ってみるとかですね、そういう風に足の筋肉を使うっていうこともすごく重要になります。で、今回話したようにですね、足痩せをしたい場合っていうのはまずなぜ足が太くなっているのかを考えた上で、それに対する対処、あなた自身が太くなっている原因を見つけて、それに対して正しい対処をしていくことが大切なんですね。なので今回の動画を参考にして、まずあなた自身で何が原因で足が太くなっているのかなっていうところを考えてもらって、それで対処をやってみてください。はい、今回の内容は以上になります。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。また今回の内容が良かったと思ったら、ぜひいいねボタンをよろしくお願いします。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガを配信しています。メルマガを見てもらえるとダイエットに関する知識がさらに深まりますので、ぜひ登録してみてください。詳細は概要欄にあります。 Twitter やインスタでも毎日情報を発信していますので、ぜひフォローお願いします。それではまた。